皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こちらの、ルービックキューブですね。これじゃないんですけど、今年ルービックキューブが販売されたのが1980年で、今年が2020年なので、まあ、40周年記念という年なんですね。なのでその記念の年にメガハウスさんからですね、新商品が発売されました。ということで今回これじゃなくて、こちらですね、メガハウスさんから発売されたルービックキューブ、40周年記念メタリックルービックキューブと、こちらを紹介していこうと思います。こちらですね、見ての通り40周年記念ということで豪華な仕様というかメタリックになってますね。まあ、これ普通のこういうね色なんですけど、お、分かりづらいか、シルバーですね。でルービックのロゴがついてます。パッケージは、他のルービックキューブと同じかな。なので、まあ、早速40周年記念の書いてありますね。開けてみたいと思います。はい、ということで40周年記念メタリックルービックキューブ開封してみました。開封するとこんな感じですね。もうまさにメタリック、高級感がありますね。で、あとスタンドがついてます。スタンドもですね、他の商品はここのルービックスのロゴが多分シルバーなんですけど、これもう限定でゴールドですね。おお。でちょっと書いてあるのがここにね、限定メタリックカラーって書いてあるので、まあ、40周年記念の限定、数量限定とかなのかもしれないですね。なのでまあ普通のラインナップはあるんでしょうけど、もしかしたらこれは結構早めになくなっちゃうかもしれないです。まあメタリック綺麗ですね。色はまあこういうシルバーとゴールドと、あと他の青、赤、緑、オレンジも、カメラだとちょっと映りづらいんですけど、メタリックのシールです。ちょっとわかるかな、こんな感じかな。はい、多分肉眼で見るともうちょっとメタリックで非常に綺麗ですね。でただ今ルービックキューブ現行のバージョン 2.1 だと、この色のところタイルはめになってて、あと結構こういう風にね回しやすいんですけど、これシールでなので、多分この素体というか中のね素体もバージョン 2.1 よりも結構何台か前の素体かなっていう感じがします。なのでちょっと固めですね。まあこれはですね、本当に40周年記念ということで、まあメタリックなので、まあ本当に遊ぶというよりはこう飾ってね40周年を味わうといった、そういう風なおもちゃだと思います。ただまあせっかくなのでちょっと混ぜてみようかなと思います。さあ混ぜていこうよ。やっぱりねちょっと硬いですね。シリコンスプレーとかを吹きかけたら多少変わるとは思いますが、ただこのシールが綺麗なのでシリコンスプレーとかそういうのを吹きかけるとですね、ちょっとシールも剥がれやすくなったり染みたりする可能性もありますし、まあ、一応解きますが、こういう風に遊んでいてもやっぱりシールがね爪でとかで傷ついたり剥がれたりする可能性もあるので、やっぱりこれは40周年の記念ということでね、飾る用でそういうねおすすめですよ。やっぱ硬いですね。まあメタリックなので綺麗ではあるよ。なので僕もこれは今解きますけど、あとは解かずにちょっとねスタンドに置いて40周年の感じで飾っとこうかなと思ってますよ。よやっぱね今ね40周年でルービックキューブメガハウスさんのも結構ラインナップがいっぱいいろんな種類が出てるのでね、ルービックキューブ始めたいって人も今はいいんじゃないかなと。で競技もね結構ありますし、ただ今そのコロナの関係でね実際の大会そんなに開かれてないので、まあ、来年ぐらいからまたねそういう大会も開かれるんじゃないかなと思います。お、
揃いました。メタリックが戻ってきましたね。綺麗。傷ついてないかな。綺麗なまま。まあこれやっぱね、このままこうやってスタンドに飾っておこうかなと思います。こうね、もっと光に当てると綺麗ですね。おお。ということで今回、ルービックキューブ40周年メタリックルービックキューブ限定のやつですね、こちらを紹介してみました。これ本当にね綺麗なので、まあ、ぜひぜひ飾るようで手に入れてみてはいかがでしょうか。多分本当に40周年記念なので今年終わったら販売が終わっちゃうのかもしれないですけどね。まあ、ぜひぜひ多分販売8月なのでまだ店頭にあると思うのでぜひぜひ手に入れてみてください。めっちゃ綺麗です。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。